現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬ。長く生きれば生きるほど現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。愛を守るために憎しみが生まれる。これらは因果関係以外に切り離すことができない。人は己の過ちを経験などと語る。しかし本当の過ちには経験など残らぬ。未来などないのだからの。信じるということ、頼るということと同義だ。それは弱者の行いだ。無用に与え、愛情があるからこそ犠牲が生まれ、憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。頑張れば必ず勝てるとか、そんな甘っこい言い訳ができてるね。この世界には最初から真実の嘘がある。ただ厳然たる事実にもかかわらず、この世界に存在する全てのものは自らに都合のいい事実だと真実と誤認して生きる。そうするより他に生きる術を持たない。これだけの力の差を目にしてまだ倒せると思っているのか。なぜ剣を離さない。別に勝てるつもりで戦ってるわけじゃねえよ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。理解できへんやろ。仲間すら信じお前には無理。思い上がるなよ、人間じゃー。